はい、天理にやってきました。西山古墳でございます。はい、日本一の古墳でございますからね、ちょっと見ていきましょうか。去年夏やったかな、夏来た時もうすごかったんやけどね、あの辺入り口木がいっぱいで入れなかった。大きさはね、墳丘が約200m、まあ 180m とか 190m とかいろんな記載はいろいろあるんやけどね、まあ 190m もしてみましょうか。ああ全部来たんねんな。ああほらすごかったんだって。あれなんだもんな、この木が大体高さで2メーターから5メーターぐらいあったかな。全部切ってもらってるんやね。これ見ておきましょうか。高さどれぐらいあるのかな。高さもそこそこあるね。これは15メーターぐらいの下からだね。はい、これ西山古墳でございます。看板これぐらいしかないかね。横からちょっと眺めてみようか。ああ風強いね。これダメだ。これはい、約200メーター今がちょうどね、見るにはいいですね、これ。はい。ほな、上上がってみましょうか、そこから下から。はい、日本一の前方後方墳でございます。これわかるの？これね。これが方墳になってるんですね。方墳の上に円墳が乗ってるような感じかな。これはわからないんだね。最初はこれ前方こう円墳言うてね、盛んに言ってたんやけど、で日本一って書いてあるもんで、パンフレットにね、日本一で言う大きさじゃないんだけど言うてね、だいぶ悩んだんだけど、ほんでその木がいっぱいある時は分かりませんね、これね。これね、方墳じゃ取れません。上がりましょう。あ、みんな滑ってる滑ってますね。ちょっと風が強いんでね、音がすごいやろ、風の音が。山登りになってますからね。蘇我の牛町ではこれ一番大きいですわ。もちろん日本一でございますからね。さあ、どんな光景が見えるかね。はい、墳丘まで上がってきました。正面に見えるかね。正面に二条谷でございます。ちょっとね、かすんでるけど、あれ、で高校やったかな、中学校やったかな。最初来た時にね、最初のこの雰囲気悪い時にね、あの家からいっぱいね、手太ったけどね、ほら、綺麗なことがしたろ、形。だから当時はこれを、この周りをずーっと歩いたんだけど、あの辺の道をずっと歩いて、いいね、ずっとね。今はほとんど歩いてないけどね。もう横から見る形もなかなかいいですからね。これ1年に1回必ず切ってくれてるんだよな、木。去年すごかったんだけど。あれ、秋ぐらいだったか、夏ぐらいだったかな。こっち、方墳の方です。約200メートルありますからね。
もう200メートル歩くだけでも大変でございます。いやーいいねこれ、もう最高の気分でございます。こんなとこ歩くとね、この前方後円墳後方墳はなかなかね、天皇陵はほとんど入れないからね、そんなに入るところないんですけどね、歩きにこう下がねちょっとね切り株が足に引っかかって、よいしょ、これが甲府の一番前でございます。ゴームでね、ちょっと横はちょこっとだけ見れるかな。おお、見えます、見えます。はい、こんなです。半分だけで、ね、ここね、半分っていうか4分の1か5分の1が残ってるのかな。ここあと畑になってますね、畑になってますからね。あら、水入ってないのは初めてやな。いつも水入ってるんですよね。こっちは入ってないな。こっち側は馬術のね練習になってますからね。これが大学か、大学の馬術とかいつもやってありますけど、ここは塚穴山公園やったかな、これ。後で行ってみようかな。こんなんですよ、これ。どこから流れるか分かるかな。ずーっと横下まで降ると赤くなるんですよ。あ、そうですね。で、反対側がね、赤くなるからね。やっぱりこの大きさ190メーターでこの大きさやから、850メーターの800何メーターになる、850メーターもあるの。忍徳天皇陵もうすごいね見えんちゃうか、手前からね、綺麗にこれだけ形残ってますからね。この眺めもいいね、なかなか。はい、じゃあ撤収しましょうか。ここは作り出しはないんだよな、これ。歩くの大変でございます。真ん中歩こうと思って真ん中まで来ましたけどね。これ今来てもらうと最高でございます。これ、ね、5月6月になるともういっぱいね、こんなやつ鞘がいっぱいあるんですけど、すごいことになって、この鞘の長さ2メーター以上ありますよ。で、こういう木、あ、木がどこ行ったんだ、木が一本のことなんだ。木もね、5メーターか5、6メーターになってたかな、去年見た時は。あれ何の木かね、1年であれだけ大きくなるってことはね。今ね、見るのものすごいですわ。最高でございます。これ作り出しなのかね、違うね、やっぱり。これやっぱり砲墳の上に栄養墳が乗ってるってことやから。作り出しじゃないな。反対側はどうやね。反対側もそうやね。やっぱり興奮のビル、ビルフの閉じ子とか作り出しの岩やろな、これ。はい。この木や、ここやな。
はなんだ、この日は。この日はものすごく一年伸びる、すごいですね。ああ、こんな木か。一年伸びる木やな。もう四五辺来とんじゃうかな、ここは。ね、すみません。頬の上に絵本やからね。よいしょ。高さ十三メーターそうです。十五六メーターあるように見えたけどね、十三メーターそうですね。これが東北の角でございますけどね、高さ13メーターね、本球のサイズは190メーター182メーターからね、200メーターまでいろいろ記載があるんでね、190メーターぐらいにしておきましょうか。190メーターにね、これね、これが後円墳の後方墳のね、この後方墳の上に円墳が乗ってるからこんな感じになってるね。はい、ありがとうございました。西山古墳でございました。